Hello, my friend. Welcome to my channel. Enjoy Japanese world. 今日はおにぎりの食べ方について紹介したいと思います。はい、じゃあ今日はこのおにぎり、コンビニに売ってるおにぎりの、食べ方について紹介したいと思います。So, I want to show you, how to open and, eat it.This onigiri is Japanese popular food、at the convenience store. さあ、それでは、まずこのおにぎりですけれども、ここに番号が123と書いてます。で、おにぎりをまずこの袋から出していくんですけれども、ここをこんな感じで1番オープンしていきます。2番目ここ2番と書いてます。これを引きます。こんな感じ、こんな感じですで3番目こんな感じですね。あ、マイガー、ノリがたらー、出来上がり。でも裏側はこんな感じですなぜなら、1,2,3 で綺麗にできるんですけど、今回は海苔が、ここにまだひっついてます。これをひっついてこれで完成です。こんな感じ。 So, おにぎり、It's top of the onigiri, number one, and two, and three. Pull down, and pull, and last pull, like this. And then, ta-da, onigiri. はい、というわけで日本の文化や伝統、なんか美味しいものだったりとか面白いものを今後も紹介していきたいと思います。疑問点や質問、何かコメントがありましたらぜひこちらの方によろしくお願いします。じゃあ今回は見てくれて皆さんありがとうございます。次回もお楽しみに。 See you!